ていうか痛風のさ話わらは詳しく知らないんだけどどうしたの？なんかさ痛風予防の話。いやなんかわかんない、なんかマジでジュピル様の食生活だと、うん、痛風になるかもしれませんよって契約者に言われた。うん、でちょっとビビった。なんか鬼の国にも痛風ってあるんじゃけどさ。あるの？うん、あるんじゃけどさ、あのわらわのさ友でなっておるものがおってすーっごい辛そうだったよ。やっぱりそうなんだ。うん、歩けないって。そう、なんかめちゃくちゃ、なんか僕試合中見てると詳しくなっちゃったもんね。なんかなんかあれじゃ、痛みのピークがどんどん発作が起きて、その時はもう足が腫れ上がって歩けなくなっちゃってみたいな。うん、そう、川屋に行けないって言ってた。そう、うん、プリン体が僕好きなんだって。ウニとかイクラとか、うん、タンキモとか、うん、なんだっけ。そうかな。いや、お前は？いや、もう笑うも大好き。お前も痛風になるかもしれない。あ、水2リットル飲むんだよ毎日。いや、でも多分我らは大丈夫じゃと思う。いや、お前みんなそう言うよ。人間もそうやって、そう言ってたやつがみんなかかっていくんだよ。何でもそう。我らはプリン体殺す体だと思う。ないそんな。はい、お前もこれから水2リットル毎日飲もうね、一緒に。店の代わりに酒ってどう？ダメダメ。でもね、多分ね、わらはね、毎日水2リットル飲んでると思う。ほんとに？うん、嘘だ。結構飲むよ、わらは。お前、測ったら意外と2リットルって多いよ。うん、コップ5杯分ぐらいだよ。それ5杯以上飲んでると思う、多分わらは。ほんとに？お前、うん、水と酒そんな飲んでたらもうチャップチャップのチャップになっちゃうない？いや、案外ならんね。いや、おかしい。どっかに穴開いてんじゃない？今度調べてやるよ。お前のどっかに穴開いてる。お腹とか。穴は開いてる。じゃあ、それは開いてるよ。穴とかはそれ開いてるわ。うん、そうじゃなくて、なんか絶対どっか漏れ出しとる。僕が探してやるよ。漏れてないもん。いや、漏れとる。漏れと僕が探してやるよ。わかった。じゃあ開いてたら塞いでくれる？うん。そしたら僕が、チューインガムでしてあげる。チューインガム、それわらはベトベトにならん？でもチューインガムのカチカチなやつで止めてあげる。カチカチなやつなんじゃ。で、わらはそのカチカチ抱えながらこれから生きていかねばならんの？そうだわ。いやじゃあ。まあ、それからもう、それがまあチャップチャップになっちゃうしね。いや、もうそんなん言ったらデビもお揃いでチューインガムつけて毛に絡ませることになるよ。それは意味わかんない。それは意味わかんない。お揃いにしなきゃダメだよ。なんでだよ。そんなわらわだけカチカチチューインガムつけるのかわいそうじゃろ。いや、カチカチチューインガムになるよ。で、デビに関してはあのトロトロの状態で一回つけて毛に絡まってカチカチになるよ。やめてよ、もう。それめんどくさいんだよ。前なったことあるけど。ちゃんとわらは取ってあげるから。なんで外すの？お前がわらでつけるんだよ。だからわらはも取る、自分のカチカチ。それの次に行くか。はい、次に。